った。なんか食べ物終わっと。ごちそうさま。あの件のこと話さないとな。ノア、次の行き先なんだが。お兄ちゃん、ちょっと行きたいところがあるんだが。僕は兄ちゃんでもなければお前の話を聞く義理もない。でな、行きたいところといっても実はいくつかあってよ。何を勝手に語り出しているんだ。お前の話に時間を割く暇はない。あれはもう100年近く前の寒い日のことだった。おい聞け、僕の話を聞け。俺は当時旅をしていてな、そいつは強い奴を求める旅だった。今と大して変わらなくねえか。言ってやるなよ。ある日俺はあいつに出会った。あいつ？そうさな、不変わりでろくすっぽ戦えねえ男だったな。でよ、俺は当時奴から大事なもんを託された。そうか。だけどそんな前なら、その人はもう。俺から見りゃ人の一生なんて短いもんよ。兄ちゃんらには悪いこと言ってるかもしれねえがよ。でな、奴に渡されたのは壺だった気がするんだが、これがまたそれ以外のことがさっぱりよ。気がする？さっぱりだと？まったく話にならないな。おお、それと行きたい場所ってどうつながるの？いいとこつくじゃねえか、姉ちゃん。ふいに俺は奴と巡った場所に印を立てていたことを思い出してよ。忘れちまったら困るからな。巡った場所をそこら中に俺のでかい手形を残したわけだ。そこら中かよ。それでな、たまたまよ、今コロニー岩間近くにある湖の周辺にそいつを刻んだ記憶が蘇ったわけよ。それは目立つものなのか？その目印ぐらいしか今は思い出せねえが、昔は鉄巨神を使って各地を巡っていたんだけどな。鉄巨神をそんな理由で？まったくどうかしている。まあそのせいで他のコロニーと喧嘩になるんだけどな。まあいいんじゃないか、探し物ぐらいだろ。しかしもちろんそれだけを探し続けることは俺たちにはできないけど、思い出した時やそれらしいところを見つけた時なら。まあそれぐらいなら構わないが。悪いな兄ちゃん方。まあ記憶の片隅にでも置いといてくれや。珍しい外見だな。あの地形はもしや。お、あったあった。こいつは。おお、間違いねえ。確かにこいつが俺の手形や。相変わらずでけえ手だぜ。何か思い出したか？ああ、奴とはよく狩りに来ていた。その場所には違いねえ。含みがある言い方だな。あいつはいつもそれを大事そうに抱えていた。だけどそいつが何だったかどうにも思い出せねえ。他に印象に残ってることはない？短い間しか一緒じゃなかったからよ。人間ってのはすぐ落ちんじまいやがる。でもそこまで思い出せたんでしょ？それならここに。どうだったかな。引きそびれていたけど、どうしてそんな前のことを思い出したんだ？いや何、ノポンの嬢ちゃんが飯を作ってるのを見た時にな、ふと思い出したのよ。満たされないこの感情をな。
マナナのご飯美味しくなかったですもん。そういうわけじゃねえ。俺は何でも美味しく食べる派だからよ。そういや、朝毎日毎日その壺の中を覗き込んでいた。あ、そうだ、思い出したぞ。リーブラに襲われた時、あいつは壺を取り出して発酵がとか、そんなことを抜かしてやがったな。発酵だ、なんだそりゃ。光るもんでも入れてたのかよ。だいたいなんだってそんな壺の中ばっかり。リーブラってあれじゃねえか。構えろみんな。あいつ集中攻撃で終わり。助かった。トラップ、そんな攻撃は当たらない。無傷時崩れろ。これで勝率は上がったな。何やったよ。トップリーブ、アクラレーション、アクアマインド、高まって、リムーブスラッシュ、今こそこの力を。うまくできてるかな。何やったよ。滝をスラッシュ、見せてやろう。見せてやったら、はい、力が溢れてくる。こんなものじゃない。レッドマウス、ハイドロップ、ブラスター、レンジャロップ、滝をスラッシュ、トライ、ウソついた。ノアに負けてられないね。リベンジョン、リッパー、このまま攻めよう。ミオ、今まだ準備をしておけ。リッドマスターよ、本気でやがる。いやあ、参った参った。あのモンスターも随分手強くなったもんだな。散々な目にあったじゃないか。何だったんだお前の記憶は。何でもいいけどよ、お前の探し物は見つかったのか。それがよ、一つ思い出したんだ。あ、いいじゃねえか、どんどん思い出していけよ。昔はこの辺にコロニーガンマはなくてよ、あん時はコロニーイオタとコロニーエイティンがバチバチに睨み合ってたんだぜ。俺はそんなこととはつゆ知らず、睨み合う間を突き切ってな、両方に追われて殺されかけたんだ。どうでもいいこと思い出してんじゃねえよ。出生官を殺しに来るといい度胸だった。あの時代は何もかもが敵だったもんだぜ。よし、わかった、殴る。おいのは、こいつ殴っていいよな。まあ、話を聞いてからでも。コロニーの連中から逃げながらよ、ここで倒したモンスターの肉を調理して食ってたんだよな。やつは料理もうまかった。悪かったな、ここにはねえみたいだ。ここで終わりってわけじゃねえんだろ。ああ、確か今のラムダがあるあたりだな。それなら行ってみようぜ。また思い出せることもあんだろう。ここをこうすれば。任せておいて。これでよし。Oh!
あたりはあまり変わってねえな。お前の言う昔にはコロニーラムダはなかっただろう。ああや、そりゃそうだぜ。戦術的な守りをカテゴリーには持ってこいだが、打って出るのには不向きよ。昔は戦ってなんぼだったからな。ここに拠点を置く意味がなかったってわけだ。ここに構えるってことは攻守によほどの自信があるか、軍務長の頭が切れんだろうよ。ああ、ちなみに鉄巨神があるところをえぐれてんだろう。あれは随分前からそうなっていたみたいだな。あいつは俺の拳でぶち開けたのよ。は、ぶち開け。やつはこういったとこで釣りをするのが好きな男でな、釣れなきゃ飯がねえってんで俺は待つばかりよ。でな、暇に明かして毎日そこの岩壁をボコボコと叩いてたわけだ。男たるもの、壁を見たら殴らなきゃいけねえ。壁を何だと思ってるの？それでトライデン、何か思い出したことはあるのか？気のいいやつだったがよ、どこから来たんだとか何年生きてんだとか聞いたこともねえ。そういやあいつなんで旅なんてしてたんだったか。瞳で見たりしなかったの？どうだったかな、古い記憶だから覚えてねえな。ああ、だけどよ、あいつとここに来た時は随分と暑い日でよ、壺を覗きながら暑い日はダメだとか、なんとかこの時期を越したいとか言ってたな。どういう意味だ？長生きするもんじゃねえな。大事なことなのに思い出せねえことばかりだ。トライデン、もう記憶も曖昧だけどよ、この辺りにはローグルってのがいてな、そいつに囲まれて散々だったことはうっすらと思い出したな。それはあれのことか。くそ、これ前も見た展開じゃねえか。へっ、人生刺激がなくちゃいけねえ。ぶっ叩いて発散しようじゃねえか。なあ、もうやってやる。やりゃいいんだろ。一気に決める。じゃねえけど言わせてもらうぜ。お前のせいで散々だ。いや、すまんな。詫びと一丁なんだが、でかい魚を取ってやるからよ。丸焼きにして食わせてやる。こいつがなかなかうまくてな。しかしトライデンの記憶は当てにならないな。ずっと前のことなら仕方ないよ。狩りだの釣りだの、僕たちは一体何をしているんだ。わけのわからねえことばかりで呆れるぜ。お前が言うな。トライデンは壺を落としたって言ってたよな。そんな前のことなら誰かが拾っていったってことはないのか？ああ、そいつは考えてなかった。ありえねえとは言い切れんな。時間が経ってるならどこかに埋まってるとかもありそうだけど。今から掘り起こすというのか？
別にそういうわけじゃ。もう当てはねえのかよ。ああ、一つだけ残っているな。ケベスキャストルの裏によ、浮遊岩礁地帯ってのがあるだろ。俺の記憶にはそこが。行こうぜ。あるかもしれねえだろ。おいおい兄ちゃん、どういう風の吹き回しだ。大したことじゃねえよ。あんたが大事だってんなら、そいつを拝んでみたくなっただけだ。こうなりゃ壺だろうがなんだろうが、絶対見つけてやろう。その意地だぜ兄ちゃん。さあ、浮遊岩礁地帯へ向かうぜ。そうだそうだ、この浮かんでいる島々には見覚えがあるぜ。お、あったあった。ねえな、無駄足にさせちまったか。時間が経っているから仕方ないのかもしれない。昔はここも荒れてたからよ、ぶっ飛んじまったのかもな。そういえばトライデンの言うその人ってどうして亡くなったの？どうしてと言われても困るけどよ、でかいモンスターに丸飲みされてそれっきりよ。そんな。手を振り上げて食ってくれってな。やつはなかなかにイカれてたぜ。お前に付き合えるぐらいだ。頭のネジが吹き飛んでいたのだろう。兄ちゃんらには面倒かけてばかりだな。ここでダメなら諦めるからよ。悪かったな。なんだよいきなり。そんなんでいいのか。まあよ、探すだけならいつでもできる。俺は長生きってやつだからな。トライデン。でもな、確かに俺は奴のことを思い出したんだ。長く生きてりゃ失うばかりだけどよ、俺の記憶にそして心に奴はいる。そいつが残したものを捨て去るなんて俺はできそうにね。まったく、今の今まで忘れてたのに何言ってやるって話だな。締めっぽい話が終わったならくまなく探すぞ。まだ見てないところもあるだろう。なんだタヨ、お前反対してただろ。僕は中途半端が嫌なだけだ。この男が何を探しているかなんて正直興味もないし、それが見つからないならそれでもいいが、どっちつかずは納得がいかない。へえ、いいこと言うじゃねえかメガネの兄ちゃんよ。俺も同じだぜ。そうだな、ここで一発気合い入れて。うん、こいつは生きてやがったかてめえ。あん時の俺はやられちまったがよ、今度は逃さねえ。ぶっ飛ばしておるぜ。シュート！
負ける気がしない。かわすでけえのをよ。かわす熱い思いがよ。僕たちが止められると思うな。土蜘蛛大だら帽子くっ崩す。戦術の神髄を見せて命を縛らせはしない。逃げ場はないぞ。隠れしまえ。強いやつと殴り合うってな、気分がいいもんだな。そんなことより壺というのはこれか。こいつが持っていたようだが。ね、あ、こいつだ。間違いねえ。へえ、これがその壺。それで中に何が入ってるの？ここまで来て秘密なんてのはなしにしてくれよ。ええ、こいつらな。え、何これ。いや知らないな。もも、この匂いはお味噌ですも。お味噌。そうですも。お肉やお魚につけてよし、お野菜と炒めてよしの万能調味料ですも。そんなものを探してたの？ミス。ああ、そうか。俺とあいつは。待ってろ。今助けて。旦那。俺のことはいい。旦那。こいつだけは旦那の手で。バカ言うんじゃねえ。てめえが大事に育てたミスじゃねえか。悪いな、旦那。俺はここまでだ。だが、そいつは俺の魂。それで最高の味噌料理を旦那の手で見つけてくれ。相棒。くっ。思い出したぜ。俺とやつはこいつに合う食材を求めて旅をしていたんだ。だが最後にたどり着いたここで奴はモンスターに食われちまった。奴はこいつを頼むと言ったのに。くそ、どうしてこんな大事なことを忘れちまってたんだ。そうか、あの時ノポンの嬢ちゃんの料理を見て足りないと思ったのは味噌だったんだな。しかし俺はたかだか味噌に何年何十年と囚われてたのか。まったく馬鹿げてるな。なあ。悪かったな、兄ちゃん方よ。こいつは何百年と腐らねえっつう味噌でよ。後でちょいと食わせてやるからな。それはすごい嬉しいですもん。伝説のお味噌、楽しみですもん。なあ、ノア。なんだ。やっぱりこいつ、ぶん殴っていいか。一回だけな。食べ物はっと。みんな食べ終えたか？
し出発しようぜ。